これもどこのミニカーメーカーかはちょっとわからないんですが、シグレーの C&K ですね。15年にわたって生産されるロングセラーモデルで、アメリカでは現在でもまあたまに見かけることができる。でまたディーゼル車も登場し、1981年モデルでフェイリフトし、丸型2等ヘッドライトが角型4等ヘッドライトにまあ変わったんですね。でこれは C&K の、シグレーの3代目でして、1973年から1987年まで、まあ、長きにわたって生産されたものですね。まあ、なかなかこういうシボレーの C&K というトラックもね、あの B&G じゃないですかね。D&G ってのは化粧品のね、確か会社かなんかだと思いますけどね。C&K ですからね。で、これはなかなかね、いいですよね。こういうなんかいかにもアメリカっていう感じがあってね。で、このピザをね、なぜかこのピザをね、ドヤ顔で持ってるおじさんがいますけど、まあこういうね、のはなかなかいいですね。で、この、なんていうのかな、これに乗ってピザを届けてくれるんでしょうなというふうに思いますけども、結構私はこの形の、シボレーも、嫌なデザインではないので、非常にいいかなというふうに、思いますし、まあこういう車があるとね、こう随分とまたこう見方もね、こう、まあ、見方っていうかこう、なんていうんだろう、雰囲気的にも良いし、そういう車が活躍するっていうのは非常に、嬉しいことであるなというふうにね、まあ、こういうふうにこうやってうちに来て活躍するっていうのは非常にいいなと思うし、動画でもねこうやって活躍してくれるっていうのはいいなと思います。まあ、作りはちょっとジャズで安っぽい作りではあるんですけども、まあそういうところがこう、まあ、ご愛嬌というか、まあ、そういうところがあって、まあこういう車の良さの、まあ、一つではないかなというふうにね思います。というわけでどうもありがとうございました。